社会ら改正あやがじゃけれ売られましたか吉原へ七八はこんな遣い十分の春より店に出ておかみや姉さんの言うことじゃ枕八千や金もやるよたまにはカラスもかけてやるそうすんりゃ客も熱くなる朝来て昼来て晩に来て親の財産を食いつぶし一文ちょうだいと角に立つどんときゃ知っても知らんか